藤山千次郎は、日本の俳優。本名及び、旧芸名、坂井千次郎。京都府出身。東山高等学校、関西大学文学部国語国文化卒業。青年座映画放送所属。松竹新喜劇座員。祖父は、喜劇役者の藤山博美。おばは、女優の藤山直美。妻は、元宝塚歌劇団星組トップスターの北紹介。 D。父は、小唄白仙派の家元、白仙結城夫で、母は、藤山博美の五女。千次郎の名は、祖父、博美が白仙派より、千の一字を、博美の本名、稲垣漢字より、治の一字を取って名付けた。幼い頃より、日本舞踊や小唄の素養を身につけ、1993年、6歳の時に、祖父、博美と親交のあった。 中村勘三郎に誘われて、藤山千次郎の芸名で東京、歌舞伎座での海岸入房への木で初舞台を踏むと中村勘三郎と親子役を演じた。依頼名子役として歌舞伎やおば、直美の舞台やテレビドラマで活躍。2002年に東山高等学校へ進学すると、高校1年生の時におば、直美主演の舞台。 夢話カツラハルガンに出演して、以降は、高校、大学と学業に専念することとなった。関西大学を卒業後の二千九年七月に、劇団赤鬼公演、ホーライフに客演して、本名の坂井仙次郎で、本格的に俳優デビューを飾った。その後単身状況をし二千十0年より、劇団青年座研究所へ入所して、本格的に演技を学び、 2012年からは、青年座映画放送に所属して昼ドラ、鈴子の恋宮子町長女の一代記で、初めて連続ドラマへのレギュラー出演を果たすと、同じくレギュラー出演した昼ドラ、赤い糸の女では、ヒロイン、三倉真奈の恋人役を演じるなど数々のテレビドラマへ出演した。2013年には再び、藤山千次郎と改名した後、 小竹新喜劇が若手団員育成を目的に開催したワークショップへ応募したことをきっかけに同年9月の巡業公演にて他の一本杉で初めて小竹新喜劇の舞台に立ち創立65周年を迎える小竹新喜劇より声をかけられて同年11月に正式に入団大阪小竹座での劇団創立65周年記念小竹。 新喜劇特別公演において、松竹新喜劇の代表作、お祭り上鎮で、祖父、ひろみのあたり役、デッチの三太郎役などを演じて、団員デビューを飾った。以降は、青年座に在籍したままで、映像関連の仕事を継続しつつ、地方巡業を含め、新喜劇の舞台に優先して出演している。また、2015年4月からは、キッス FM 神戸、 週刊神戸式で初のラジオパーソナリティを務めるなど活躍の場を広げている。2015年12月には小竹新喜劇の新たな顔として時代の情報文化を牽引する存在との期待を受け平成27年度昨夜この話を受賞。2016年には若手俳優の勉強会若富士会を立ち上げ10月に国立文楽劇場で 自主公演を行う。2017年5月公開の家族は辛いようにで映画に初出演。翌6月の大阪小竹座銀二館で外部の舞台作品に初主演。2018年度後期の満腹で NHK 連続テレビ小説に初出演し、安藤桜演じるヒロインに思いを寄せ缶詰を送り続ける姿が話題となって全国的な知名度を得た。 かつて小竹新喜劇に所属した、何わ千恵子をモデルとした2020年度後期放送の、おちょやんで、再び NHK 連続テレビ小説に出演して、鶴亀新喜劇の劇団員役を演じている。私生活では、2018年5月の小竹の舞台、ラン、小形コアン何わの事件帳での共演を機に、知り合った、元宝塚歌劇団星組トップスター、北紹介リーと、 同年11月10日に結婚した。2020年5月21日、妻、北昇海リーが第一子の妊娠を発表し、9月12日、第一子の男児が誕生した。小竹新喜劇公演若藤会公演その他公演。ありがとうございます。